おはようございます。画家の木曽です。今日はですね、突然ですけどこんなものを買ってみました。これは何かというと、書いてあります、エアブラシセット。エアブラシですね。エアブラシをちょっとやってみようかなというふうに思います。なんでかというとですね、今ちょっと僕横浜の方で大きい作品を書いております。でそれのクオリティを1枚書いたところなんですけども、次週に向けてクオリティを上げれんかなと思いまして、こちらをちょっと急遽買ってみました。で、充電式です。もう充電をちょっとしておきました。充電をしておいたんですけども、こんな商品があるんやなということで、これどうやるの？これ。ねえ、わ、こんなところにこんな風になるんやなということで、ちょっとやってみましょう。何ですか？エアブラシって感じでしょ？ちょっとお付き合いください。くるくる。これをまず装着をして、そして、これをおそらく装着するんですけど、ここは何やろね。ここのなんか、ここは取り外しができる。これがこれね、普通こういう感じだよね。私実は使ったことあるんですよ、昔。もうでも私の時はこうカンカンの世代で、カンカンでやったり、コンプレッサーを使ってらっしゃる方もいたんですけども、今こういう充電式があると。でもこれ飛行機乗るかちょっと微妙なんで、もう郵送した方が手堅いかなと思いまして、ちょっと買うて、で、使えるかどうかを試して、で、郵送しようと思ってますので、すごくバタバタをしております。もう出てるわ。どういうこと？空気が出てますね。すごい。ここにね、パーセンテージが出るんですよ、ここに。すごいですね、これね。あ、できるできる。あ、できるできるできる。うわー、おもろい。もうこれだけですっごい面白いんですけど。で、エアブラシを多分ですね、あとはこれは多分掃除のやつやと思いますね。ここの中にこうインクが詰まったりするんで、おそらく掃除するやつなんちゃうかなと。こういうのね、飛行機持ち込めへんかなと思ってですね、ちょっとこう、先にやっとこうかなと。で、これはおそらくあれでしょうね。こう、絵の具を作ったら、こう、スポイトでピュピュピュッとやるんでしょうね。で、エアブラシの作品を作るのに際して、今日はもう本当に簡単にやりますよ。そのしっかりと描くわけではございませんが、描くのに際して、一番必要なものって、実はマスキングテープなんですよ。で、このトリコンさんのこのマスキングテープ、これね、僕、強粘着をいつも油絵で使っているんですね、実は。でもこう、すごくこう、色をつけてくださって親切に、これ、多分必要なかったんじゃないかな。これ評判悪いんじゃないですか。なんでかというと、これね、何回もマスキングとか、おそらくこのエアブラシ、どういう人が使うかというと、例えばプラモデルの塗装とかね、フィギュアの塗装とかをする人が使うんですよ。で、ピャーっとこう、例えば全面塗って、次、この、例えば青に対して、この赤を塗りたいわっていう時に、ここの部分だけをこう、あれするためには、周りをマスキングせんといかんと。で、そういう時に、こう、周りの色を見ながら、ここの色決めるわけですよ。でも、この青があると、その周りの色をコーティングしてしまうので、マスキングした部分っていうのは分かりやすいは分かりやすいんですけど、使用するときに微妙な色を作るっていうのはめっちゃ難しいんで、使用を最近変えましたっていうのを書いてあったんですけど、戻していただけると、っていう人は多分世の中に多いんじゃないかなとふと思いました。目の前にカボチャがありましたんで、ちょっと簡単にね、今日遊ぶ程度ですけども、こういったカボチャを書いてみましょうか。立てた方がいいんかな、寝かした方がいいんかな、もうそれさえもちょっと忘れました。僕は立ててやってたような気がするんですけど、たまにビャッとこう、ダマが飛んだり、それは なんでかというと、こう、アクリル絵の具じゃなかったからなんですね。何でやってたかっていうのはちょっと秘密ですが、ちょっとね、ちょっとやってみましょうね。こういう風にね。で、まあ、下書きとかしておいてくださいね。僕もちょっとめんどくさがりなんで、下書きなしで。で、この、これ、紙はこれは、あれやってますね。何ですか、これ。ウォーターフォードの細め、ウォーターフォードの細めというのを使ってます。まあ、これ、このマスキングテープね、青にしてほしくないなと思うんでね、機械やったら。ね、ぜひぜひ。まあ、ちょっとこう、軽くですけど。で、もう下の紙とかを、破かんようにしながら、カッター。僕はデザインカッターとか使いますけど、今日はもう本当にデザインカッターね。ちょっと簡易にビビュッとやってますんで、お許しください。もうたまにこう外国人とかでめっちゃ写実的に描く YouTuber おるでしょ。ああいう人こういうの使ってるんですよ。デザイン系のこうカッターとマスキングテープとエアブラシ。あとは色鉛筆とかいろんなもの併用しながらなんですけど、ああいうのどうやってんのかわからんってずっと早送りで回してはるでしょ。あ、言うてしもった。種明かしするとこういうエアブラシめっちゃ使ってますんで、機会あったらそういうの見て、あ、小木曽のおっさん当たっとるわとかってね、もう種明かししたらね。怒られますけど。で、紙ちょっとやぶい、ね、なるべく紙切らんように。
いつももっと慎重にやりますけど、ちょっとね、今日ね、本当に短い動画となりますが。色を作ります。色をね。これ、輸送しといたが硬いかもね。空港でね、没収されたら最悪ですからね。こういうコスポイトを、絵の具を作った後にですね、ちょっとターナーさんのアクリルガッシュを少し使ってみようと思います。ターナーさんの、ターナーさんのアクリルガッシュを使ってみようと思います。こんなんなってんのよね、どのぐらいの耐久性があるかっていうのもちょっと緑で一回いってみましょうかね。心配っちゃ心配ですけどね。水は、まあ、これね、よう溶くことです。まずね、よう溶いてください。あの水とね、これすごい大事なことですよ。私も実は15年ぶりぐらいなので、うまくいかなかっても、ね、お許しください。こんなんがあるんやなっていうことをちょっと皆さん知ってもらいたいだけですのでね、しっかり溶きました。めんどくさいというか、こうね、のは、この、要は、すごくこう、丁寧にこれ洗わんといかんということで、そこのところだけはですね、丁寧に。まあ、僕なんか水にジャバーンとこうつけて、おいて、制作中はですね、なんかこう、一時使わん時とかはですね、ジャバーンとこうつけておいたりとかしましたね。昔ね。ここに、ちょっと入れました。ずっと喧嘩してますね。ちょっと、ビリジャンみたいな色かな。いきました。本当はね、紙を用意しといてね、そういうところにね、シュシュシュとこう、かけてね、大丈夫かなとか試すんですけどね。まあ、何か紙かなんか用意して。で、ここでね、調整するんですよ。ここの、ところの多分調整をちゃんとしてなかったからな。ちゃんと調整をしました。皆さんちゃんと説明書を読みましょうね。私も久しぶりに、過信をしてました。できるやろうと悪い癖が出ました。あ、出ました。あ、出ますね。あ、出ますね。あー、いいですね。これはもっとこう小さい、かなり小さいのに向いてそうな感じがしますね。かなり小さい。あ、もう液体がなくなりました。あるわ。もうちょっとこう大きく吹き出んかな。こんな感じで、もっと多分大きな吹き付け面をつけれるとは思うんですが、細かい描写なら向いてるけど、あれですね、ちっちゃいのしか無理なのかな。まあ、可愛らしい感じにはなりますけど、すみませんね、この会社の人。お前使い方間違えとるやろとかって怒ってはるかもしれませんけど、ちょっといろいろ試していってみますね。ここを、このトリガーをもうちょっと緩めたら、もうちょっとワイルドに行きたいんですけどね、おじさんね。緩めて、これをもう、結構外してしまって、固定をした方がええかもしれないね。かなり緩めたつもりですが、お、出そうな。あ、出る出る。あ、よかったよかった。出ましたね。出すぎて焦りました。ねえ、あ、出ます、出ます。オッケーオッケー。ようやくこれの使い勝手が分かってきて、出ます。あ、通常通り使えます。商品は1ミリも悪くないです、私が。ここのところをちゃんと外して、もうちょっとここにね、穴にね、ここのね、中の鉄がね、あってね、こう穴の中に鉄がビュッとなっててね、これ奥の方なってると閉じてる状態で細く出るんです。少ししか出ないですね。これ引っ張り出すと、こういっぱい出ると。で、僕は多分大きい作品使うんで、こういう風に引っ張り出した方が使い勝手がいいと思うので、こういう感じで使っていけばいいんだなと。で、もうちょっとこう、細い線を引きたいなと。今のはちょっと出すぎて、ちょっとね、半泣きになりましたんで、まあ、こんな感じでね、いろいろ試してみられるといいんですよ。で、これ掃除するとき、ここも全部ね、外してね、あれするんですよ。ね、ここに、ほったらかしにするとアクリル絵の具やったりするから、ですね、固まってしもたら大変なことになりますので、皆さんね、この掃除だけは要注意してください。いやー、今の商品ようなってるわ。すごいようなってるわ。充電式はカンカン何回買うたか。はい、カンカン何回買うたか。そう考えるとですね、本当にこう、世の中がどんどん便利になっていきますが、まだアナログの商品というのはしっかりあると。ね、こういうのでプラモデル作ったりなんかの塗装とかしてあるんですね、皆さんね。ごめんなさい。おじさんはなかなか使い勝手を分からずに、突き進んでしまいました。おー、
という感じで、もうちょっと今度は、違う色を入れてみましょうかね。おお。いやー、面白い。まあ、ちょっとあんま色、変わりませんでしたけど、ここのところしっかり洗って、使い切って洗うなりなんなりすると、違う色とかが出てきます。さあ、お待ちかねの外してみますよ。ピリ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 、ほら。こんな感じになります。ここのところまではみ出してはいますが、こんな感じでですね、描くことができます。まあ、影とかもね、本当にこう、もう微妙な作業にどうかわからない。影とかを。つけてみるとかですね、ハイライトのところもっとこう細かくやってみるとかということもできますので、エアブラシってこういう風に使いますよということで、ぜひですね、こういうアクリル絵の具で遊んでみる。これ空とか描いたりもね、できますし、いつかこれでエアブラシでしっかり描いたような動画とかも作ってみたいと思いますので、今日はちょっとレビューということで、お金もらってるわけではございませんけど、これ充電式僕いいと思いますよ。まあ、どれぐらいこの、あれが持つかどうか、ちょっとまだこれから試してみないとわかりませんが、100号のマリノスのやつで試したいと思います。13日月曜日の朝、もうやっている、終わっていると思いますが。